花市みやこ屋北見店店長の小口と申します。よろしくお願いいたします。皆様にご縁いただきまして約50年、この北見、そして近郊のね皆様にお世話になりましてお仕事させていただいているという形になっております。私どもは一般呉服からですねお振り袖ということで、お着物、全般ですね、皆様のお手伝いをさせていただいているということになっておりますが、通常ですね、お振り袖の、メインで、やらさせていただいているという形になっております。成人式当日の1年前そして2年前というお客様が対象で、お振り袖をお選びいただくと。私ども、スタッフ一同ですね、一般呉服から、お振り袖、北見、そして、北見近郊オホーツク海全域をですね皆様着物ライフをですねお手伝いさせていただいております。こういうねコロナウイルスということで、対策しっかりとさせていただいております。皆様のご来店お越しをですねスタッフ一同お待ちしておりますのでどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。北見線の場所ですが北見駅方面から国道39号線を走ると左手に大きくメッセの看板が見えてきます。はい、こちらです。はい、そしてこちらに花市みやこ屋の看板もありますのでこちらが目印になります。そして駐車場ですが256台が駐車可能な広い駐車場がございますのでお車でも安心してお越しいただけます。ここが玄関になるので中に入っていきます。ご来店予定のお客様のお名前をいつも書いてお待ちしてます。そしてあと北見店は通常振り袖専門店として営業してるんですけれどももちろんお振り袖以外一般の着物もご用意しておりますが、お着物がたくさん入っております。で中に進んでいただきますと色別で振り袖がバーかかってるので非常に見やすくなっております。こちら全てかかっているのはレンタルでお貸しで着ている振り袖になっています。で振り袖お選びになるときはもう何着でもたくさん出していただいて大丈夫です。好きなお色をたくさん着てください。こちらの棚が新作のお振り袖になっております。まだ仕立ててない新品のお振り袖ですね。よいしょ。こちらの棚には紙飾りと草履バッグをたくさん展示しております。常に新しいものを展示しておりますのできっとお好きなものが見つかるんじゃないかなと思います。こちらが、写真スタジオとなっておりまして、はい、こんな感じでいろいろな壁を使って前撮りのお写真を撮っていってます。お嬢様の雰囲気に合わせて可愛い、かっこいい、綺麗、いろんな写真を撮っております。撮影はですね、お母様もお着物を着て撮影される方が、はい、多くいらっしゃいますので、ぜひぜひお母様、お父様のお着物を撮影されてみてはいかがでしょうか。そしてこちらが、お写真お撮りした後にご覧いただくセレクトブースとなっております。入り口にはですね、これまで撮影させていただいたお嬢様の可愛いお写真をたくさん飾らせていただいております。はい、で中に入りますと、このようにお振りモニターでお写
ファーもご用意しておりますので、ゆっくり、はい、お過ごしになってご覧いただけるんじゃないかなと思います。はい、以上で北見店のご紹介を終わらせていただきます。羽地みやこや北見店では、人生でも大きな節目となるご成人のお祝いを、ご家族様含めて一生の楽しい思い出として残していただけるように全力でサポートさせていただいておりますので、ぜひお振り袖お探しの際は皆様のご来店を心よりお待ちしております。ぜひお気軽に遊びに来てください。待ってます。